こんにちは、シュです。今回はですね、ミオン降臨ノエルチャレンジやっていこうかなと思います。バキはヨーユーですね。確かね、ここのボスがバランスタイプなんですよ。で、ヨーユーがね、地味にバランスキャラ持ってるんで、いい感じにいけるかなってことでやっていきましょう。お、いいね。最初から水がある。あー、で、水作ってくれるのか、最初。意外とね、この水場がいいんじゃないかな、今回。で、ボスあれか、水半減してくんだっけ。でも意外といい感じに、これどうだろう？ 5 個消しだけでいけるかな？ちょ、水温存気味に来たかったんですけど。これでどうでしょう？うわぁ、硬いな。裏製変化。なるほど。で、回復して、これ木を落とそう。こんな感じで、いいんじゃない？あー、木を落としになってなかった。ただこれは倒せるんじゃないかな。オッケー。いいね。水が5個ある。で、ここ余裕使おうかな。多分余裕使わないと右の木のやつが抜けないと思うんだよね。で、しっかり強化ドロップ含めてやっていきましょう。いや、でもさ、余裕使うのめっちゃ久しぶりだな。でもやっぱ火力は本当に今でも強いよね。あ、これいい落としになってんじゃない？うわー、ちょっとずれてた。あれ？今全然見えてなかった。今ずれてたか。ちょっともったいないですね。もったいないけど、ここで余裕使おうか。多分倍率さえ出せれば倒せると思うんで、あとコンボ吸収だけ気をつけて。うん、いいんじゃない？オッケー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 。でね、若干嫌なのが、あれですね。ヘルメス。あの子ね、吸収じゃなくて根性あるんで、どれぐらいでいけるのかがあんまり把握してないから、ここでヘルメス使っちゃおうか。で、水温存気味に行きたいんだけど、どれぐらいで倒せんだろう。温存って言っても結構やっぱ硬いよね。こんぐらい使おう。左下で3つだけ残して。オッケーオッケーオッケー。うん、ここは多分余裕でしょう。相手火属性なんで。よし。お、オッケー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 。いいね。かなり盤面が。やっぱこの落ちやすくなるゾーンのおかげだな。これあるおかげでかなり、やりやすくなってますね。で、このパーティーね、封印が 80% しかないから、今若干運ゲー入っちゃったんだけど。やっぱノエル入れてる分ね、そこはしょうがないかなって思うんだけどね。オッケー。で、次がヘルメスか。ちょっと HP が低いな。覚醒バッチ HP にした方が良かったかもしれないですね。で、ここどうしようかな。とりあえず全力でいいかな。いや、次全力でいこうか。今 50% あれあるんで、ここで全力で行きましょう。やべ。ああ、やばい。いろいろずれてる。オッケー。これでどうかな。さすがに5個消しだけじゃ厳しいかな。あ、でも惜しいな。これスクルドかな。多分間に合わないですね。お、いいね。水少なめで。これでどうでしょう。こんな感じかな？オッケーオッケー。なんか余計に木の極消し入ったけど、多分。よし！で、そう、ジンス使ってくるんだもんね。で、ここちょっと運ゲー入っちゃうな。ここで水の強化ドロップがないとかなりやばい。あ、オッケーオッケー、あったね。危ない。こんな感じかな？で、ボスがね、最初、99% 軽減かな。あれやってくるんで、初段目はどうしようもなんないから。で、ヘルメスが溜まるね。なんで、キー呼び寄せようか。ヘルメスがキー回復変換なんで、ここで、いっぱい消してキー呼び寄せよう。水半減この子持ってるけど、多分、問題なくいけるんじゃないかな。すごい、ボスでもこれ音楽もしか変わってる？オッケー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 。いい量だね。木が全くないけど。
これ何秒減らされてんだろう。結構激減って書いてたからかなり減らされてんのかな。まあ、ただ5コンボならいけるんじゃないかな。うわ、短っ短っ、危ねえめっちゃ短かったね、今。ちょっと落ち込みに助けられたけど、うん、意外と余裕適正なんじゃないかな、今回、ノエルチャレンジ。やっぱ火力に困るってことがないっすね、今回。お、初ゲットだ。おー、これか。これどこで出たんだっけ？セブンザードだっけ？なんかそこら辺で確か出たね。いや、違うな。ギアエイトロスだっけ？8ドラゴンのやつで出たんじゃないかな。はい、ということで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。